どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと今回は旅話の回にします。はい、たまにちょっと喋っておりますが、僕が20代の頃、約4年ぐらいですねかけて、一人旅をしました。日本だけですけれども、弾き語りの旅という感じでやりましたが、その時のお話をちょっとだけ、話すという回ですね。過去に、グルメ編っていうか、ご当地ものの話だったりとか、ホモに出会った話とか、ヒッチハイクの話とかっていうのをやってますが、今回は一応観光地っていうか、そういう写真を見ながらっていう感じですね。のにスポットを当ててやろうかと思うんですけれども、あんまり観光地は行ってないんですよ。多くはっていう感じですね。4年かけてやったくせに、貧乏旅だったので、で、メインが弾き語りだったのでね、その観光地は本当余裕があればとか、タイミングが合えばっていう感じで行けるとこは行ったっていう感じですね。で、プラス、今回写真を用意するにあたって、皆さんにお見せするのは、59枚。結構多いかと思いますが、多分一瞬で終わると思います。たまたま59枚だったってだけで、デジカメを持ったのが途中からなんですよね、僕。最初使い捨てだったんですよ。だし、携帯電話もその時はもう画質とかすごい悪かったから、全然、撮ってなかったし、で、プラス、僕結構その時一緒にいた人とかも一緒に撮ったりとか、人ありきで撮ることが多かったんですよね。で、他の人が写ってるのはちょっと載せられないなっていうので、抜粋ですね。かなり 選びました。ということで59枚です。こんな感じで、大した、あれですけども、こういうところ行ったっていうのを知ってもらえればなっていう感じで、気軽な感じで聞いてもらえたらなと思います。今回は、聞くプラス見る方も、目をか、えー、こっちに向けてくれたらなと思ってます。はい、まずはこれから。はい。南から行きます。はい、日本最南端ですね。はい。旅人は、端っこに行きたがり、みたいな感じで、僕も、その中の一人であります。竹富町と書いておりますが、沖縄県の、これは、波照間島ですね。竹富島もありますけども、波照間島も竹富町になるんですね。はい。一応行きました。そこの、日ですね。はい。僕、こう旅人と、他の旅仲間と一緒に、行きましたが、たまたま僕一人の写真があったので、これをアップしてます。変な格好してますが。で、続いて、これが、その南の島の、海の写真ですけれども、これは波照間島ではなくて、宮古島ですね。はい。沖縄県です。とっても綺麗な海だったので、これを。この時はめちゃくちゃ感動しましたね。僕は北海道民なので、北海道の海しか知らないですし、綺麗な海をしっかり見たことがなかったので、北海道の海の中でも汚い海。だから僕は登別出身なので、室蘭のね、伊丹木浜とかそこら辺の海しか知らないんでね、これを見た時はこれが本当の海かと思いました。はい。こんな感じでね、本当に全然飛び込んでも大丈夫みたいな、まさにこう、輝いてる海ですね。で、これは、竹富島ですね。はい。また別なところですけども、星砂浜ってなってますが、その、白い砂浜で、星の形したちっちゃい小石が、たまにあったりするっていう意味で、星砂って感じですね。竹富島もすごくいいところでした。たまたま鳥が飛んでたんで撮りました。ちょっと偏ってますね。写真がね。はい。で、これは、最西端です。最南端があったんで、最西端も、沖縄です。与那国島でございます。はい。で、これ、隣にいるのはいっちゃんですね。旅仲間のいっちゃん。いっちゃんは大丈夫です。虹色映像過去に出てる方なんで、許可は取ってませんが、勝手に写真載せてます。いっちゃんと一緒に行きました。そして、これがですね、これは沖縄県の那覇市です。本島の、防空壕を入れるところですね。ヘルメットとライトを必ず、つけて持って
入るっていうところの写真が、まあちょっとブレてますけども、記念に撮った写真です。まあすんごい真っ暗なんですよね、もちろんですけど。はい。こんなとこに入って過ごすなんて、僕は結構きついなって思いました。沖縄から出て九州です。宮崎県ですね、日南市にある、ところ、まあ、観光地になっておりますが、モアイ像があったので、撮りました。はい。いいスタートではございません。で、これが、大分ですね。はい。名前なんつったっけな、ここ。なんだか、純橋。名前忘れちゃった。この橋の、こう上のところに、ちょっと穴があるんですけど、そこに、そこから、水がブワー出るんですよ。で、これは定期的に出るんではなくて、5000円だったかな、払えば、それができるらしいです。もちろんやってません。そんなんで5000円払うかって感じですけど。はい。あ、これ、アップですね。はい。だからすごいでかいんですよ。僕がこう、これ撮ってもらったんですけど。ここの上まで行って。で、これも大分ですね。原尻滝っていう名前だったと思います。日本のナイアガラっていう、と言われてるとこですね。まあ、すごく綺麗なところでした。ここは長崎県のメガネ橋ですね。はい。長崎、他にも、まあ撮りましたけども、これが、なんか、余計なものが映ってなかったんで、これだけです。はい。これは四国です。まあ坂本龍馬といえば高知ですね。坂本龍馬の、お墓、あ、お墓だったっけな、死んだ場所だったかなっていう場所があるんですよ。まあ、それは本当に建物と建物の間にあるので、そこの向かいにあるのがここなんですよ。そう。まあ、ベンチになってますが、まあ、目印みたいな感じになってますね。それで撮りました。で、ここが徳島県ですね。徳島といえば阿波踊りなんで、まあ、あったんで、撮りました。まあ、ちょうど阿波踊りの時期には行ってないので、本物は撮れてないです。はい、これは僕の背中ですけれども、イオンの T シャツ着てますね。まあ、もらったものですが。ここは、愛媛県の松山。松山、うん、いいよね。の、松山城の、まあ、とある場所から、こう、ちょっと街を見下ろしてる写真です。で、ここが、まあ、鬼ヶ島と書いてますね。はい、現在地、鬼ヶ島なんですが、香川県ですね。香川県の高松からフェリーが出てて、まあ、100何円ぐらいで確か行けたんですけど、あれ、女木島ですね。本当の名前、女の木と書いて。別名鬼ヶ島というところです。に来た写真です。で、ここは島並海道を遠巻きに撮って、写真ですね。四国と、中国地方を結んでいる橋。博多の塩とかあるじゃないですか。博多島とかあります。で、ここが、島根県ですね。あ、名前忘れた。調べとけばよかった。なんか、像があります。島根県の松江市のとこですね。で、ここは隣の鳥取県。まあ、鳥取砂丘が有名なので、もちろん行ってみました。まあ、ラクダにも乗りましたね。はい。すごいコブがね、ぷにょんぷにょんしてて、びっくりしました。初ラクダ。ここも鳥取です。鳥取といえば、コナンの、作者、青山剛昌の出身地ということで、いろんなオブジェというか、あったので、その中の一枚ですね。はい。こういう像があります。で、ここが岡山の、倉敷市ですね。千堀公園だったかな。もうないんですよ。確か。これが最後だったんですよね。こっからもうすぐ、なんかなくなったみたいな。千堀公園が見えるというか、しっかりは見えてないけども、この倉敷の駅の南側だから、要は裏の方ですね。ここから公園
つながってんですけど、その景色です。でこれは京都ですね。まあ紅葉の時期に行って、とある、お寺の、一角を撮ったすごく綺麗な写真なのでちょっとチョイスしてみました。やっぱ京都は紅葉がとても綺麗です。おすすめです。ですごく無難に金閣寺も時間があったんで、まあ、京都すごく長い期間住んでたので行きましたね、金閣寺で。ここは場所どこだったっけな、なんかあれなんですよ、京都、岐阜、奈良ってくっついてるじゃないですか。そこの本当境目、3つの県府の境目の中、場所に位置するところでなんとなく撮りました。でこれは、滋賀県ですね、安土城跡です。でここで誰が建てたんだっけ、誰か言う、織田信長だったかな。安土城はねが建った足跡のところに立ってみました。でこの安土城跡の、まあ、景色ですね。で今その目の前に見えるこう水田とか昔はなかったんですよ確か。うん。でなんか聞きました。ここが全部要は湖、琵琶湖だったかな。うん。で一気に、移動しまして、ここは石川県の金沢駅ですね。金沢市はもう駅もこのすごい門構えというか。なんか立派ですよね。そう、駅からして立派で、オブジェがめっちゃ多いんですよ、ここの街。いろんな、ほんと、美術館みたいなのあるんですけど、街の至るところにいろんなオブジェがある。面白い街です。で、これは、富山県ですね。おわらだっけ？おわら、風の盆だったっけ？もう全然名前覚えてね。かなり前なんでね10年以上前なんでお許しください。のお祭りがあったんですよ。うん、こう伝統のお祭り、こう傘をかぶって顔を隠すんですよ、若い男女が。そう、そういうお祭りで、ここが長野県ですね。長野県の松本城です。はい、黒い、お城。うん、なかなかかっこいいお城でございます。でここは長野県の長野市の善光寺ですね。地蔵さんが並んでいるっていう感じで、撮ってます。はい、ここは新潟県の佐渡島ですね。あの佐渡島といえば金山、隠し金山っていうのが、あの桃鉄やってる人だったらわかるかと思いますが、そこに入って金をこう延べ棒を持つっていう、なかなか重いんですけど、はい、頑張って持ってるよっていう写真です。でここは名古屋ですね。はい、愛知県名古屋市の、市役所です。はい、市役所がすごく立派お城みたいな作りになってるんで撮ってみました。でここは、静岡県の浜名湖です。はい、上から見下ろした、写真です。浜名湖をね、特に詳しいわけじゃないんですけど、僕好きな漫画で、まだ音声で喋ってないけど、帯をギュッとねっていうのがあるんですけど、浜名湖っていうか、静岡のここが舞台になってるんですよ。なんかそれですごく感動して、僕の中ですごい特別な思いがある感じです。で、ここは山梨県の甲府市、甲府駅前ですね。武田信玄の像があるところです。記念に撮りました。で一気に移動して、あ、一気には移動してないか、ここは神奈川県です。はい、横浜ですね。特に観光地でも何でもないんですけど、僕ゆずがすごい好きなので、二人組ね、ゆずユニット、空っぽっていう曲があるんですけど、それの PV で使われた場所ですマニアック東京です。はい、代々木公園記念に撮りました東京です。あ、僕いますね。
撮ってもらったやつですね。雷門行きました。はい、東京タワーです。歌いました。多分この指は妻です。この時はまだ付き合ってもいません。ただの友達だったんですが、多分うんだと思う。でここは東京の三鷹市の、ジブリの森美術館だったかなの中ですね。はい、ジブリがいっぱいあるとこで撮った写真です。ここは唯一写真撮っていい場所なんですよ。本当の中とか入ったら写真 NG なんですけど。で、ここは茨城ですね。茨城県の水戸市、水戸黄門の像があったので、特に見てないけど記念に撮りました。栃木県、宇都宮市の餃子ですね。宇都宮といえば餃子、とっても美味しいです。はい、今もこの場所に餃子像ないらしいです。ないらしいというかなかったんだ。もう駅のところにね移動してんだよね。でここは、福島県ですね。福島県の、いろんな像が掘られてるところ、名前忘れました。はい、宮城県は、三景松島です。まあ三景全部行きましたけども、とりあえず松島だけ他があれか微妙だったから載せてません。なんか他の人が写ってたりとかそういうのもあってです。でここが山形ですね。山形県の山寺というところです。有名なショットかと思いますが、僕も撮ってみました。秋田県ですね。秋田県といえば、ナマハゲということで、とってもでっかいナマハゲがいたんで、撮りました。そしてそのまま秋田県ですね、ゴジラ岩という、こう角度を変えればゴジラっぽく見えるんで、撮ってみました。そして岩手県といえば中尊寺。中学の修学旅行で行ってるんですけど、まあ大人になって行って見て全然記憶にないよね。なんか面影なんか言ったような気もするけど、すごく新鮮な気持ちで、だから中学の時は何にも感じてなかったんだね。うん、ここは青森県の弘前城ですね。はい、まあ下のこのね城を取り囲んでいる池にこう葉っぱがブワーっと、なんか桜の時期行くと桜の花びらがね、浮いてるんですけれども、僕行ったのはちょっとこの時期です。はい、そのまま青森の、大間ですね。ここは、はい、本州の最北端の地で撮りました。そして、まあ北海道も一周したので、ここは北海道護国神社旭川です。はい、よく行ってたところですね。その旅以外でも行ってるし、すごく広くて綺麗な神社です。でここは、まあ名もない道路ですが、稚内宗谷岬から猿払村に続く道です。だいぶもう猿払ですけど綺麗だったので撮りました。で紋別市ですね。まあこれのっていうかカニのオブジェ、まあ、かなりでかいですがあったので撮りました。網走刑務所、まあ外側だけですね、もちろんですが。知床八景おしんこしんの滝、綺麗な滝でしたね。はい、まあ、有名かと思いますが、行ってます。でここは根室ですね。はい、名前忘れたけど、なんかでかかったんで撮りました。で、そのまま、最東端ですね。日本の一番東は根室の、野沙布岬になります。そう。最北端ね、行ってますよ。行ってるんですけど、宗谷岬。ヒッチハイクで乗せてくれた人と撮ってるんですよ。そう。だから、あ、これは乗せられないと思って、避けてます。でこれは、エリモですね。エリモ岬の写真。風が強い町です。で、
その襟裳から、浦河っていうか、まあ、西の方に上がっていく道路の途中に黄金道路という、とってもかっこいい名前があるので、そこで記念に撮っております。まあ、ここね、道路プチにあるわけじゃないので、ちゃんと車を止めて階段に登んなきゃこの日にたどり着けないんですよ。そう。なんで俺分かったんだっけな。一応看板あったのかな。かなり昔で覚えてないけど、まあヒッチハイクで乗せてくれた人に、ここで撮りたいんですって言って、わざわざ一緒に降りて撮ってもらった記憶があります。はい。そんな感じで、はい、長々と僕の写真を見てもらいましたが、まあ本当にごく一部ですが、僕は本当に人をいっぱい撮ってるんですよ。それこそ旅仲間一緒に、まあ一定期間ですね、とある期間だけ一緒にこう行動した友達と一緒に撮ったやつとか、弾き語りをしてたので聞いてくれたお客さんと記念に撮ったりとか、まあたまにはヒッチハイクで乗せてくれた人も記念に撮ってもらったりとか、一緒に撮ってねっていう感じでやったりとかですね。なんか僕はもちろんその景色っていうのも大事ですけど、なんかね、まあ両方撮ればよかったなと思って、なんかその時にその場所にいる人っていうのもすごく大事だと思っちゃうんですよね。うん。その時でしかいないっていう。だから景色だけだったら別にもうネットで検索してダウンロードできるじゃんみたいな ちょっと感じもあって、それであんまり撮らなかったっていうのもありますけど、うん。こんな感じで、まあ、いろんなとこ行ったけども、まだまだ全然行き足りてないっていうか、うん。日本しか行ってないけども、日本ですら見どころはたくさんあるということを、旅をして、すごく思い知りましたね。うん。そう考えたらもう世界は広いなって。自分の人生だけでは全て行くことは不可能で、うん、まあでも、できるだけいろんなとこに、死ぬまでには行きたいなとは思っております。そんな感じで、以上、今回は旅話で、僕の行った先々の写真を見てもらいました。最後まで見てくれて聞いてくれてありがとうございました。この辺で日常音声終わりたいと思います。さようなら。